あこれより公共イメージ工,事工場セミナー2024をただいまより始めたいと思います。えー、本日司会をおせつかりました。今年度より公共イメージコーディネーター補佐をおせつかりました。東京三鷹ロータリークラブ所属の宮崎陽一郎でございます。えー、まず、国際ロータリー理事、えー、水野勲様 はい。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。え、それから、本日、え、出席いただいた、地域リーダーの方は、時間の関係で、こちらに表示されている方が、本日参加しておりますので、この資料をご覧ください。それでは、開会のご挨拶と、出旨説明を、第二地域の、 カンの r ピックよろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。えー、お暑い中、えー、お集まりをいただきまして、ありがとうございます、えー。今、パリオリンピックも気になられるかもしれませんけれども、今、パリは早朝でありまして、オリンピックやっておりませんので、えー、ご安心して、えー、このセミナーに参加いただければというふうにあの思っております、えーえー。今日はですね、あの、 ミスの RI 理事のほかにも、私たちの日頃お世話になっているロータリー国際露店の日本事務局、それからロータリーの友の野崎編集長、そしてガバナー会の新田さんもご参加いただいております。ありがとうございます。私からちょっと趣旨を説明するということで、スライドを使わせていただきます。さて、えー、皆さんこれご存知の通り、ロータリーの友の7月号の一番最初のページであります。えー ステファニー・アーチック会長のお言葉が書いてあるわけであります。でここの日本語のところの真ん中のあたりをご覧ください。インクルージョンと帰属意識に焦点を分ければ、共通の目的のために人々は結束しやすくなります。互いに支え合い、目的に収集中すれば私たちの力は最大限に発揮されます。というふうに書いてあります。まさにこのインクルージョンと帰属意識ということに最初の第一声に焦点があっているわけであります。 まさに DEI から DEIB、Belonging といったことが言われているのではないでしょうかということであります。そしてその後のこのロータイのトームのページにもこういうことが書いてございます。抗えない魅力であります。レジスタ、レジストは抵抗する。タブル、レジスティブルで抵抗できる。そしてイルがついたのでそれができないということで抗えない、抵抗できない魅力と。まさに貴族意志から抗えない魅力というのが生まれてくると。 いうようなことをおっしゃっているわけであります。えー、私たちがなぜロータリーにいるんでしょうか、えー、楽しい、エンジョイ、それから雰囲気、居心地がいいからいるんだ。あるいは仲間意識、そしてまたここでの貴族意識というものもあるかもしれません。また、承認欲求。 あるいは仕事上のメリット。そのそれぞれの方々がいろんな思いでロータリーに参加していらっしゃるのではないでしょうか。そしてそういった、ここに書いてあるようなことを作り出すために私たちは奉仕活動、あるいは親睦活動をやっているわけでありますし、それを伝えることが公共イメージ向上につながり、そしてそれが会員増強、あるいは拡大につながるのではないのかということで、このロータリーのいろんな仕事っていうのが全部つながっているのではないのかなというふうに、 強く思うところであります。まずこういった、この伝えるということで、このロータイの友とコラボしまして、8月31日締め切りでございますけれども、皆様が、このロータイでの経験出、出来事、物語をぜひぜひ教えてくださいということで、今、8月31日締め切りで募集しておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思いますし、そしてまたロータイの出来事として、世界ポリオデーのことコンテストというものも、 私どもアルピックを中心に計画しております。この辺のところも後ほど説明がありますので、またぜひぜひご参加いただきたいというふうに思います。まさに冒頭申しましたパリオリンピック、多様性を慣用すると新聞の記事に書いてありました。まさにダイバーシティをインクルージョンするようなオリンピックの開会式だったじゃないでしょうか。そしてまた日本選手団が 男,男性と女性がフィフティンフィフティになったというのも今回初めてだそうであります。まさに、えー、世界も多様性に向かって、えー、向かっていくということになるのかなというふうに思います。そういった意味で私たちのおこのロータリーのアピールポイントというものもたくさんあるわけでありますし、えー、私たちがやっていることをきちんと、えー、し人様に知らせる、そしてまた仲間に知らせるインナーブランディングでありますけども、そういったところに、えー、で、この公共イメージ、 え、工場ということを今一度皆さん頭に置いていただきたいというふうに強く思うわけであります。え、本日は、えー、水野理事のご挨拶の後で、えー、私たちの思いをいろいろこの短い時間に詰め込めさせていただきました。えーえー、結構窮屈かもしれませんけれども、ぜひぜひ、えー、 皆様方のこれからのロータリー活動に有効に使っていただきたいということで、今回のセミナーを企画いたしました。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。はい。えー、菅のアルピックありがとうございました。えー、続きまして、えー、水野国際ロータリー理事、ご挨拶をよろしくお願いいたします。はい。えー、皆さんこんにちは。 あの、<う>今日は日曜日のお忙しいところですね。これよりたくさんの方に、このセミナーにご参加をいただきましたことまずもっと厚く御礼申し上げます。また、この開催にあたりまして、ご尽力をいただきました、3人のアルピックの方、また、アルピックの方々にも、重ねて感謝申し上げます。本当にありがとうございます。今、あの、趣旨については、関のアルピックの方からお話がありましたけれども、少しこの RI の昨年から今年にかけての動きを振り返ってみたいと思うのですが、 あの皆さんご存知のように2019年から2024年5年間にわたりましてビジョン生命と4つの優先事項からなる、えー、行動計画がスタートいたしました。しかし残念ながらですね2019年の12月にコロナが発生いたしまして、えー、社会経済活動ともにですね大きな制約を受けロータリーもその例外ではありませんでした。その結果どのようなことが起こったかというと日本も世界もですね会員数が大幅に減少いたしました。 昨年7月1日には120万人と言われてた会員が115万人という形になりましたし、私自身はあの昨年度少しあの世界も日本も会員数が上昇するかなと思って見てたんですが、蓋を開けてみましたら RI の方は100、世界で113万人ということで約2万人ぐらい減少したということでありますし、日本も8万2 0 4 8万 2000人、うん、ちょうどぐらいになったということで、微減という形でありまして、あ,あまり、あの、緩やかな回復という形にはなってないということであります。で昨年10月の RI 理事会におきまして、さらに当時会長エレクトがあー停滞されて、 今年度の7月1日から3年間のパイロット事業として、3 year ロール3アゴール goals and 3 year ローリングリージョナルプランということを推進するということになりまして、皆さん方には、あの、今日はガバナー、ガバナーエレクトのみの方、お出の方にご参加いただいておりますが、昨年度中に3 year 3年の目標を設定してくださいということを、ロータリーコーディネーターを中心にお話をさせていただきましたが、 これはあの今年の7月1日から3年間にわたってこの行動計画をさらに具体的に推進するためにこの目標を設定してくださいということでこのことが提起されました。で、マイロータイのクラブセントラルは今単年度しか入りませんが、2024年度中にはこれが 3, 3年間のダッシュボードに変わるというふうに聞いております。ただ時期は未定でありますが、 あの、そのように変わって3年間の目標をそこに入力していただくことになろうかというふうに思っております。で、このことは後ほどクワサ ARPIC の方から詳しくポータル、ジャパンポータルサイトの中でお話があろうかと思いますので、このぐらいにさせていただきますが、あの、先ほど菅野さんがご指摘されたように、ステファニー会長が一番強調していることは、 クラブが地域社会で、そしてクラブ会員にとってあがないない魅力を持った存在であってほしいということを常々おっしゃっております。そのためには正しいバレエロータリーの活動を多くの方に知っていただく必要があろうかと思っております。またそのためには各クラブが4つの優先事項についてよくよくクラブ内でご議論いただいて、クラブの将来の夢、計画を立てていく ことが慣用かと思います。RIPC をはじめ地域リーダーの役割は、それをお手伝いすることであります。えー、ぜひです、ね、このセミナーが皆様にとりまして、得るものの多いセミナーであることを期待して、私からの挨拶に返しさせていただきます。どうもありがとうございました。はいえー、水野、R.I. 理事、ありがとうございました。